久保さん今回、思いにしましょうか。思い。はい。まあ、どんなことを思うのかっていうね。誰を思うのかっていう。うん。まあ、結構ね、僕もああのビジネットビジネスを教えていて、まあ、結構稼げない人っていうのは、その、なんだろうな。これ難しいんですけど、自分、自分が、自分のためにやるんだけども、自分のためにほぼ100%なんですよ。でも、 買うのは相手で、金払うのは相手で、うん、あ、相手が求めているものを提供するっていう、なんですよね。なんで、自分のためにやってるんだけど、相手のことを考えないといけない。要は、マーケティング、ビジネス的に言うならば、市場ニーズってやつですね。市場ニーズ、顧客ニーズってやつですね。 顧客が何を求めてるのは市場はどういう流れなのか市場はどういう方向なのかっていうところをやっぱ流れを見ていかないといけないわけですよ、うん、でまあほとんどの人が例えばあの動画が撮れませんとか文章が書けませんっていう人は自分なんですよね自分が書けるか書けないかなんですよではなく相手が何を求めてるのかっていうとこが全てなんですよねだって自分が 読んでね満足するしてもしょうがないじゃないですか自分が金払わないんで、うん、だ僕もなんかいろいろやってきて思うのがまあ相手に合わせるっていうねお客さんに合わせていく寄り添っていくっていうのはまあひなんか必要それがなんかちょっとね考え方が難しいんですけど なんかお客様のためじゃないんだけども、お客さんに寄り添うっていうのはビジネスをやっていく上で当たり前だよっていう認識なんですよね。おけ自分のためにやってます。で、お客さんにも寄り添います。でもその寄り添うっていうのはビジネスをやっていく上で、まあ、当たり前だよと。まあ、例えばサポートですよね。久保さんもサポート力はね、すごいと思いますし、あのー、まあ、ほぼ、まあ、ほぼ僕も24時間以内にはほぼなんか回答すると思いますし、回答してるし。 うんまあ、それも何でかっていうと、まあ、ビジネスやってるからなんですよね、まあ、ビジネスやってなかったら別にいいんですけど結構ねそ,のそこは嫌だっていう人いるんですよねそこはやりたくないでもお金は欲しいなんやねんみたいね <laughs> なねんか前そのコメント書かないといけないコメント返さないといけないんですかみたいな質問が来て あそういう考え方でいや稼ごうとしてんだみたいな。コメントを返さないといけないんですかっていう。そうね、どういう思考ですかみたいな逆に言うと。<laughs> ビジネスをこれからやるお金を稼ぐ。誰が金払ってるの誰が動画見るの誰がって話じゃないですか。それをなんかやらないといけないんですかみたいな。なんか、なんか言うならば、じゃあホテルで働くとするじゃないですか。 ホテルで働いて、まあ旅,旅館でいいですよ。この前旅館泊まってたんで。じゃあ旅館で働くじゃないですか。すいません。あの、お辞儀、いらっしゃいませってお辞儀しないといけないんですかみたいなね。言います旅館で働いていて。あの、なんだ、受付で働いてて。いらっしゃいませって言って頭下げるでしょ、ね。そう、頭下げないといけないですかみたいなね。ええー、みたいな。 え、なんで頭下げるんすかみたいな。いや、やりたくないしす。めんどくさいでなんでわざわざ頭下げないといけないんですかたん知らないやつに。みたいなね <laughs> ど。どうすかね。僕からすると、なんかそんな感じに聞こえるわけですよ。コメ吉永さん、コメント書くのめんどくさいですとか、コメント返すのめんどくさいですとか。いや、それ普通だよねみたいな。うん。って、普通だよねっていう認識。 が僕は僕の中ではしっくりきますね。それをお客様のためとか、人のため、世のためってなると、古代なんで、古代でも何でもなく当たり前っていうね。うんだって、事実として、誰が見るんですか、誰が読むんですか、誰が買うんですかっていう話なんで、それ以外ないじゃないですか。100歩譲って自分で見てね、自分で満足して、自分で金払うんだったらいいんですよ。自分自身に対して。 <laughs> そんなんないですからねそうだからまあ,あの自分のためにやってるんだけども相手のことを考える思う何を考えてるのか何を悩んでるのかなとかうんきっとこうなんじゃないかなっていうのをやっぱ考えていかないと、まあ、ビジネスではうまくいかないんじゃないかなと思いますねうん お客,様お,客様はお客様は神ではないけど人間であると。じゃあその人間、その一人の人間、一人の人は何を悩んでるのか何を考えてるのかっていう。お客は神ではない、人間である。そしてその人間には悩みがあると。あの欲求もあると。じゃあ何を求めてるのかって、それを考えるべきだということですね。うん。な感じそれを、それを、それを、 考えるそれを思う自分が神であるっていうね <laughs> 要は神神って何か与えるみたいなあるじゃないですか神は何かその与えてくれる的なのあるじゃないですかだからそのお客さんを人間として考えて悩んでて悩みとかね何を提供すればいいのかっていうの考えてそれが自分がそれが神であるっていうね <laughs> まあ結局それ考えて与えるわけじゃないですかフリーコンテンツだったりとか有料もそうですけど あ,あ,まあ、あのー、相手のことを思ってね与えればあー、まあ、少なくても、あのーまあ、その見返りを求めて与えちゃいけないんだけども、まあ、僕の現場レベルでお伝えするお伝えできる真実があるとするならば与えまくってか帰ってこないってことはないですねもし与えまくって帰ってこないんだったら僕飯食えないですようん 何かしらお客さんの悩み、質問に対して回答する、まあ、コンテンツを与える、コンテンツを与える、コンテンツを与えるっていうのはや,やり続けてますけど、返ってこないっていうことが、誰もね、返ってきませんと。っていうことだったら僕の商品売れないし、まあ、僕もこんな自由人やってないし、うん。やっぱ、まあ、相手のことを思って与えるっていうことをすればね、うんまあ、それは返ってくるよっていう話ですね。 何かしらの形で。まあ、久保さんもね、お金もそうですけど、なんかいろいろ送られてくるじゃないですか。お客さんから。それがお金じゃないけど、ものとして、うどんだったりとかなな、なんか前、うどんが送られてきたみたいななんか動画あったんですけど、なんか来るじゃないですか。僕もお歳暮来たりとか、あとこの前、バレンタインデーで,でなんか来ましたねあの。送られてきましたよ。あ,あとね、振り込みもありましたね。振り込み。 振り込みそうあお正月はお年玉振り込んでもらいましたね。お年玉。<laughs> お年玉をふ、この年になってお年玉振り込んでもらえるってありがたいですね。<laughs> 1万円でしたけどそう。まあそれもなんでお年玉ね赤の他人ですよ。赤のまあ親戚とか子供にお年玉やるんだったら分かるけど、僕、だってそのお客さんとね、1回も会ったことないんですよ。1回もです。 一回も会ったことないです。面識ないです。ネットでは面識ありますよ、そりゃ。ワンツー動画めっちゃ撮ってるんで。だけど、リアルで会ったことないです。<laughs> ネットのやり取りですさ、本当にもうネット全て完結ですね。で、ワンツー動画僕は一方的に送ったりとかするんだけど。で、それで、お年玉ですっていう。僕はね、こういうことがあるんだなっていう。だから自分でキャラクタービジネス、自分でこの顔出してこう発信して、やっぱ久保さんがね、なんか言ってたのが、 本当にあるんだなななみたいな <laughs> なんかね最初ね疑ってましたねなねわけにあるわけいやそういうさすがにそれ久保さんもなんか盛りすぎてんじゃないかなというなんか思ってた時もあるんですよだけど自分で、ね、こう発信してそういうふうな体験をし始めてあ本当にあるんだなみたいな <laughs> 本当に振り込んどきましたみたいなあるんだなみたいな <laughs> お,風、はい、お風呂に入れますよ あれから11年ですね。まあ、今日3.11ですけど。あれから11年。日本でも11年前ね。福島原発がこう爆発して東北大震災で。今こうやって僕はね、動画撮ってますし、まあ、地球のどっかで戦争みたいなのしてるし、僕は今から風呂、朝風呂入ろうとしてるし、日本のどっかでは今からまね、まあ、今朝出社してね。 仕事、満員電車に売られて出社してる人もいるだろうし何なんでしょうね僕は自由にやってます <laughs> やっぱね朝風呂はこ入れるっていうのはねありがたいですねしかもその何もないわけですよこの後別に僕出社しないですしひげ <laughs> もね剃らなくていいんですよでこんなこんなひげ面で会社出社したらいやいやあんま良くないじゃないですか関係ないですからね僕出社ないし <laughs> そうまあ YouTube には出社してますけどまあ女性の方とかねちょっとあの化粧とか大変かもし YouTube 撮るってさねなんかすっぴんでなかなか撮れないみたいあるかもしれないですけど男はね、うん、僕は僕はすみません僕はこれで汚ねとか思われるんだったらじゃあ他のとあ他見てくださいっていうだって見る見ない自由じゃないですか,かこれは相手のこと思ってないですけどねこれ <laughs> うん まあ思ってるっちゃ思ってますねこれでも見てくれる人はどれぐらいいるんだろうっていうのを思ってる部分あるんでそう外見汚くても聞く聞くやつですよねそう,そう見たくれ見たくれ関係なく話を聞いてくれる人に売りたいっていうね <laughs> うまあでも有料商品はねしっかりスーツ着てスーツやジャケット着てやってますけどね 僕が運営する塾の取り扱の講義に関しては、ヒゲ面で撮ったことないな。ちゃんとヒゲ剃って、ジャケット着て。それまあ、有料ですからね。それ120万の商品ですから。うん、まあ、だから基本的に商品、有,有料のやつに関しては一応、身だしなみはしますけど。まあ、無料なんで。<laughs> そう。<laughs> 無料なんで。 まあ、あのビジネスやるんだったらその市場ニーズ顧客ニーズをしっかり耳を傾けるっていうことですねうん、まあ、それが本当に大事かなと思いますね久保さんもあの朝5時深夜お客さんに寄り添ってましたからね面談面談面談朝5時とかすごいですよね深夜とかね <laughs> やってましたね うんいや、それぐらいやらない。まあ、だから、やりきったらね、まあ、僕も久保さんもそうですけど、今、別にそんなことやんなくても、別に売れるし、別にそんなことやんなくても、飯食えるじゃないですか。でも、あの、スタートダッシュですよね。最初は、できること全部やらないと。最初は。なんか、よくね、何、何からやったらいいですかみたいなのあるんですけど、 まあ確かにね、何からやったらいいですかっていうのは分かるんですよ、気持ちは。気持ちは分かるんだけど、やれること全部やれやってみろっていうね、まずは。うん、何からじゃなくて、やれること全部やってみればいいじゃんと。で、やれること全部っていうのも細かく言うと、まず集客をしないといけないので、集客できること、集客ができる可能性があるものは全部やってみるってことですよね。 うん、もちろん時間に限りがあるのでその時間の限りの中で自分が何ができるのかっていうところですねうんそうだ僕もまだインスタずっと56年やってますけどこれ集客するためにやってますからうんそうフェイスブックはやめましたからねだからその代わりまあインスタやってますけど、うん、これも集客するためですし ブログももう毎日書いて2年ですかこれはもう集客のためにやってるし、まあ YouTube この動画も集客のためにやってるし、うん、まあこれは億万長者シリーズはまあ集客のためではないか、うん。まあ久保さんからただ来るから返すんですけど <laughs>、まあ負けず嫌いですね、うん。億万長者合宿シリーズは負けず嫌いですかね。どっちが先に倒れるかみたいな。 いってらっしゃい。